ということで本戦入ります。今日は走っていきます。ちょっと延長もできないのですいません。はい、航空ファンの2月号、はいはい、今月は、F35B ということでね、先ほどもちょっとお話をしましたけれども、来月1月にはもう早々に岩国基地に F35B 配備になりますので、その岩国に配備になる、海兵隊の VMFA121 グリーンナイツというですね、部隊がありまして、こちらを、アメリカのアリゾナ州の、ユマという基地でですね、空撮をしたものを関東で紹介しております。はい、でそれ以外にですね、海兵隊航空2017ということで、今最新 の、 部隊リストであるとか、そういったものをご紹介しておりますね。はい、で、じゃあ写真をとりあえずお見せしていただきつつ、はい、すみません、ちょっと待って。でね、まずこの F35B なんですけれども、この VMFA121 っていうのは今のところ海兵隊で、実戦、いわゆる実戦配備、実戦って言ってもまだ戦争してるってわけじゃないんですけれども、実戦部隊に配備になった1個目の飛行隊なんですけれど、でまだね、部隊として完成してる飛行隊で、F35B 飛ばしたのはこの121だけなんですよ。うん、それをなんと日本に持ってきてしまおうっていう、ね、まあ、今までのことではなかった。大体その在日米軍ってその古い機材がね、回ってくるようなケースが多いんですけれども、今回はね、そういう本当最新の機材がアメリカの本土に先駆けて日本に来るっていうことで、でその中でも一応ね、16機編成の部隊なんですね、ここって。で16機のうち6機は教習用陸艦に、配備するんですけれども、最初にまず来年の1月に来るのは10機だけ、で来年の8月ぐらいか、8月ぐらいに残りの6機を配備すると。で、来年の秋頃にですね、その教習用陸艦での展開を実施すると、そういうようなスケジュールになるようですね。はい、はい、で、まあ、今の写真出てるのがね、グリーンナイツのその機体なんですけども、やっぱこうやって見るとね、はい、胴体に爆弾倉がついてるから、やっぱりこうそのエリアルールというかじゃなくて、こうね、ちょっとこう皆さんが言うようなボラギノール系な飛行機ではありますけれども、ね、でもまあ、何にもついてない、逆にね、それで燃料は結構積めるらしいんですよね。はあ、で、そうなんですか。あとそのほら、羽の下に全然物積まないから、はい、空気抵抗も少ないんで、はいはい、意外と航続距離は長いらしいんですよ。その辺がね、F35B っていうのはリフトファン積んでて垂直着陸をしたりするから、燃費としてはやっぱり一番そのシリーズの中では悪いんですけれども、重たいですもんね。それでも戦闘行動半径は、ハリアーはおろか F16 よりも大きいんですって。あ、そうなんですか。なんですよね。なかなかすごいですよね、やっぱりね。すごいですね。はい、2枚目の写真をお願いします。2枚目、はい、こちらですね。はい、あ、そうです。あ、ごめんなさい、出していただいた、失礼。はい、ですね、これはね、後ろのここにも写ってるんですけど、ユマっていうのは皆さん、ユマって言ったら何でしたっけ、プロ野球のキャンプ地で、ね、はいはいはい、ご存知かもしれないですけれども、いわゆるカクタスリーグって言われるんですけど、その、まあ、要はサボテンが生えてるからカクタスリーグなんですけど、はいはい、そう言われるぐらいに、なんて冬場でも温暖なので、雨もそんなに降らないし、というところなんで、プロ野球 の、 キャンプなんかもやるようなところなんですが、まあ、空気の乾燥した砂漠地帯ですもんね。そうですね、はい、でまあ、そんな中下に畑があったりする、まあ、ある程度肥沃な土地ではあるんですけど、そういうある程度乾燥している土地にもかかわらず、この写真見ていただくと分かるんですけど、ベーパーベーパー引くんですよね。スピードが遅いとね、F35 すぐにベーパー引くみたいで。あ、そうなんですか。だ、じゃあ空気抵抗悪いってことですかね。いや、空気抵抗の問題なんですかね。翼の端がスパッと切れてるから。どうなんでしょうね。ただだからってそのね、なんでしょう、特性が悪いわけじゃないんでしょうね、きっとね、飛行機としてね。でフライバーワイヤーですから、まあ、飛ばしにくいということも決してないでしょうし、はいはいはい、はい、というところですね。はい、あ、ケント・ギルバートってアリゾナの人なんだ。へえ。そうですね、ステルスのくせに。確かに低速でこう起動したりするとあっという間にベーパー出てしまうからですけど、まあ、でもね、そういう飛行機じゃないですから、遠くの方から高速にミサイル撃って相手やっつけちゃうっていう、ね、そうですね、そういう飛行機なんで、ベーパー引いて起動するようなケースっていうのは、まあ、ないわけじゃないですけれども、二の次のケースですよね。うん、あ、それユタ州はケント・デリカットじゃなかったでしたっけ。
まあいいや、はい、そんな話じゃないね、うん、あ、ユマとユタを間違えたんだ、はい、あ、なるほどなるほど、ユマとユタね、はい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 、うん、なるほど、なるほど、遠くから落ち込むっていうのはちょっと話飛んじゃっていいですか、はいはいはい、なんか韓国軍がそのヨーロッパのなんか空対地誘導弾配備したんですかね、空対地ですか、なんだろう、なんかニュースで上がってましたね、あ、そうですか、はい、でもあそこはほらそれこそスラムイーグルってあの F-15K 持ってるじゃないですか、うん、それに搭載して500何十キロですか、うん、ああ。なるほどね、先のターゲットに向けて発射できるの搭載、うん、F-15K 持ってるからやっぱりそういうあの空対地の長いロングレンジの、ね、うん、ミサイルは有用なんじゃないですかね、ねえ、あの500キロってすごくないですか、うん、ねえ、すごいですよね、まあ、我が国じゃね、あの投下してこう羽がピョンって出てくるやつ、我が国じゃ専守防衛でなかなかねそういう空対地兵器っていうのも簡単にはあの導入できませんけどね、はいはい、はい、はい、あと A の04をお願いします、はい、この辺も軽くで、これねユマの、エプロンでエンジンを回してるところなんですけれども、はいはいはい、もうこの時にはねあの例 の, あのほら熱を持つって言われてる爆弾層もね閉じてるんで、うん、もうすぐ多分タキシアウトする状況なんでしょうね、はいはい、うん、なるほど、はい、とそれからこれはあの例のヘルメットですね、 HMD あの Gen3 っていうジェネレーション3って言われてる、なんか怖い、あの、ね、例 の, あのカーボンコンポジット の, あの軽くするためにカーボンコンポジット使って、うん、あのなんていうんでしょう、胴体シェルを作ってるんですけど、うん、あの 海兵隊も海軍の一部ですから、うん、あのこのカバーで隠れてるところにあの白いあの反射テープをね、うん、着水した時のために貼ってあるんですけれども、うん、ただ海兵隊はあのなんていうんでしょう、独自のあれでその地上作戦のこととかも、地上っていうかごめんなさいね、あの空中作戦で、うん、地上に着あの墜落してしまってベールアウトした時のことも考えて、うん、ヘルメットにこうやってあの迷彩のカバーをつけるんですよね、うんうんうん、はい、いかにもだから海兵隊らしい感じなんですけれども、うんうん、このマッパッド迷彩のねあのカモカバーがついてるジェン3ヘルメットっていうのがなかなか珍しくってね、なんか、はい、昆虫トンボの顔みたいですね、そうですね、この黒いカバーの複眼っぽい感じですよね、なんか ね、すごいな、うん、あ、頬についてるのはこれはポジションマーカーじゃなくて、これはあのいわゆるあのマスクを、カチッと合わせるための、ロックする、はい、リテンションっていうやつですね、あ、はい、なるほど、はい、はい、で、これはですね、DT3 という、デベロップメントテスト3というですね、強襲揚陸艦のアメリカという船の上で、うん、あのやった試験の時の模様なんですけれども、うん、これがねあの VMFA121 に続いて今あの配備が続いあの始まっている VMFA211 ウェイクアイランドアベンジャーズというところの、F35B になります、うん、はい、これなんか白いのブワーって出てるのはこれあれなんですよね、確かあのウォーターあの何でしたっけ、水撒いてるんですかだと思います、あの温度の問題もあるし、はいはいはい、ということだと思うんですけれども、うん、でこの、ね、DT3 の映像を持ってきたと思うんで2番目のやつ、はい、それを、ね、はい、ちょっと流しましょうかね、はい、流しながらお話ししましょうかね、かっこいいな、これがねあのアメリカなんですけれどね、はいはいはい、でDT3 というのが3ということで3回目ってことなんですけど、はい、DT1 と DT2 はあの強襲揚陸艦の WASP という、船の上でやったんですけれども、はい、その WASP がですね、うん、今度来年の秋に佐世保に配備になりまして、今までいたボノムリシャールと交代するんですけれども、はいはいはい、今のところはその、WASP とこのアメリカが F35 の運用能力をとりあえず持つことになってるんで、うん、はい、そのうちの一隻がね、日本に配備になると思いますね、うん、ですけど日本にずっと停泊してるわけじゃないですもんね、そうですね、はい、いろんなところへ行きますからね、展開するわけですもんね、はい、出雲も水撒けばなんとかなるのかなって言ってますけどこれもちろんその強襲揚陸艦も F35 の運用のために飛行甲板を強化してます、はいはいはい、ただめっちゃ暑いっていうわけでもないらしいっていうのはこれほらリフトファンですから、うんうん、まあ、少なくとも前にあるのはリフトファンなので、うん、そんなに暑い熱は出ないんですよ、うん、ただ後ろのねエンジンはノズルが増す、うん、思い切り下向くんで、はい、結構熱いものが出てくると思うので、はいはいはい、そっちなんでしょうねきっとね、うん、
で今ちょっと写真あの映像出てましたけど DT-3 の中にはあの海軍の、ね、空母でやった DT-3 と同じく、うん、あの爆弾を羽につけて運用するとか、うん、あとその船の上でエンジン乗せ替えるとかそういった試験もやったみたいですね。へ、羽の下にミサイル積むんですね。積みます積みます。あのだから結局、ステルス機能を必要としないミッションがあるわけです、はいはいはい、例えば相手の防空壕とか、うん、戦闘機を制圧してしまったら、うん、あとはもうその対地攻撃とかがメインになればもうそれはステルス機能必要ないですから、はいはい、爆弾積むとあの燃料タンクだって積みます、はいはい、F-22 もね同じような運用の仕方をしますんで、うん、はい、なるほどね、うん、このあれですよね、そのしかし S-35B のこのキャノピーの後ろにあるこのリフトファンのところ の、うん、あのドアがすごいですよね、うん、あこれがエンジン積み替えの訓練というか、うね、はい、これはリフトファンを積み替えということですね、はいはい、なるほど。これあのそれこそタービン、あの後ろについてる F-135 エンジンからずっと軸がつながってて、そこからリフトファンも回すらしいですからね。これは爆弾層の中に今積んでるところですね、うんうん、なるほど、すごいね。米軍はねこういう映像をねどんどん公開するんですもんね。そうですね、はい、うん、出雲の腹に入るのって、いやだから出雲のって皆さんもうなんか話完全に海上自衛隊が F-35 買うことにしてますけど、まだ航空自衛隊はあの航空自衛隊も海上自衛隊も F-35B の導入というのはまだ何にも決まってないので、うん、であのね、まあ、今回もその海兵隊のことにが私どもの特集ですので、あの F-35B のことをこうやって動画も持ってきてねあれしてますけど、 F-35B 皆さんあのこう、ね、垂直着陸ハリアもそうですけど、うん、お好きですけど、うん、ただやっぱりその垂直着陸をするために、うん、いろんな機能を犠牲にしてることを忘れなくということで、あ、なるほどね、例えば燃料だって少ないですし、うんうん、爆弾だって少ないですし、搭載量が、はい、うん、だそういう意味ではどう考えても F-35A の方が明らかにあのやはり性能的にはいいわけですから、戦闘機という意味での、ね、そうですそうです、はいはい、そういうことなんです。だから、うん、まあ、あの強襲揚陸艦にね積む、もしかしたらその日本の今の護衛艦 DDH に積むっていうのが皆さんのなんとなく夢だとはある、うん、思うんですけれども、うんうんうん、そこはやはりそのね、それこそ少ない防衛予算の中で何が必要なのって思うことを考えると、うん、F-35A をまずは揃えましょうよと、うん、そういうところですね、はい、ね、ですけど出雲にね、搭載する言ったらもうアジアの諸外国は黙ってませんよね、うん、まあ、諸外国って言ってもまあ限られた国ではありますけどね、相当言うでしょうね、また攻めてくる気かみたいなね、うん、まあ、でもそれはさっき の、 その沖縄の話じゃないですけど、うん、やっぱり一度攻められてるところは心配は心配ですよね、それはね、うん、あの日本がいくらその攻める気ありませんよって言ったって、うん、いやいやだってあんたたち攻めたでしょっていう話には確かになるかもしれない、まあ、ですから、うん、第二次世界大戦ですからね。いやまあそうですね。うん、ね、いやいやまあまあ一度やったことは信用してもらえませんよ。いやですけど今も日本は負けてね。こういう状況ですから。っていうかまあ 今の日本人にその戦いに行く気概が果たしてあるかどうかというところですよね。うん、はいはいはい。ね、うん、ね、という感じですね。はい、というところですね。はい。はい、それからですね、あと写真が、まあ、この A のこれ、そうですね、それ、はい。あのこれに、ね、関連して後ろの方の、ページでですね、さっき言った海兵隊の、あ、そうか、ちょっと小さくしてもらっていいですか、はい、まずはごめんなさい、あ、もしくは一回消してもらってもいいんですけど、どっちでも、はい、ごめんなさい、はい、こちらであの米海兵隊航空新時代へということで、あのこれからの部隊配備のリストであるとか、うん、こういう飛行機があの配備されるよというような紹介をしております、うん、はい、でごめんなさい、で今の写真もちょっと申し訳ない、大きく一度していただいて、はい、でここで紹介しているのもこの中であの記事の中で掲載しているんですが、これがあのコブラのですね一番新しいタイプ H-1 のズールというあのよく皆さんあの見慣れているコブラってうん、ベルのヘリコプターだから、うん、シーソーローターだったじゃないですか、はいはいはい、これが4枚ローターになってるんですけれど、ベルの412とかでしたね。あ、そうだ、本当だ、はい、これがですねついにあの普天間に11月に配備になりまして、うん、はい、でこれもようやくあの普天間基地というかそのさっき言ったボノブリシャール、ね、うん、での運用が始まりますというところですね、はい、はい、でまあ、その辺の話なんかも含めてあと CH-53K ですとか
新しい飛行機の配備状況なんて話も出てます、はい、で、はい、それからこの本が、編集が終わった時にはまだオスプレイの不時着事故はなかったんですけれども、その前の段階で のオスプレイの今どんな状況なのっていうのも含めてね、いろいろと説明しておりますんで、はい、ぜひ本文の方も読んでみてください、はいはい、であと F35 絡みで ね今、はい、出していただきました、航空自衛隊の女性のあそうですね整備員の方が ね2名入ってますよ ね、はい、F35 の、航空自衛隊バージョンがついにルークの航空、はい、ルーク空軍基地に、整備されましたというそういう案内です。はい、はい、でこれ前でね腕組みしてかっこよくポーズしてくださってるのはみんな航空自衛隊の整備の方とあと連絡幹部の人なんですけれども、うん、はい、で皆さんこの写真を見て、うん、まあ、本読んでくださった方はもう知ってるかもしれないですけど、ええ、なんか気になるところありませんか？飛行機、これ航空自衛隊の飛行機なんですけど、日の丸がない。そうなんですよ、うん、日の丸消しちゃったんです。消しちゃってますね。はい、そうなんですよ。もう完璧にもうステルス性重視って感じですね、うん、っていうかね、実は、うん、いやでなんで消したのかってこの時点では僕らも、うん、ちょっと憶測でしかなかったんですけれども、うん、結局、この F35 の訓練って日本でやらないでアメリカのルーク空軍基地でやるわけですね、はいはいはい、でその間っていうのはアメリカ軍の一部隊 の所有機ということと同じ立場として飛行機を使うので、なるほど、だから日の丸消すと。あ、じゃ まあ日本に持ってくるフェリーっていう言い方でいいんですか？フェリーされる時には着く可能性があるんですか？はいはい、あ、もう着きます、着きます。まあそのフェリーの段階で持ってくる着くかどうかは分からないですけども、うん、例えばその今小牧で作ってる5号機であるとか、うん、そこら辺は日の丸をまた着けることになります、はいはいはい、で実はねさっき言ってたその FMX っていう、対外優勝、対外国際優勝援助っていうのか、うん、要はそのアメリカ軍にお金を払って買うんですね、これって、うん、メーカーから買うんじゃなくて、うん、なんですけれども、それで買うあの F35 の、飛行機っていうのは日本が最初なんですね、うん、でそれについてイスラエル と、韓国があの FMS で買うんですけれども、オランダは、オランダは国際パートナー、あ、国際パ違うんですよ、パターンが。あー、パターンが違うんですか。そう、オーストラリアとかオランダとか、うん、ノルウェーとか、うん、イギリス、うん、これらはみんなあの、国際、共同パートナーっていうのかな、うんうん、で開発の時点からもう一緒にやってるので、彼らはまただからその FMS と全く違うので、うん、で実は同じルーク基地の中に彼ら その部隊、うん、訓練部隊もあるんですけど、うん、彼らの部隊はまた違う部隊でして、日本 の部隊とイスラエルの部隊はこの944ファイターウィングっていうですね、予備役の航空団の中に作られます。でなんとその944、ファイターウィングの中の 944OG って作戦群っていうところの中にある第二分遣隊っていうんですけど、うん、名前がニンジャスっていうですね、忍者、忍者、うん、航空自衛隊だから忍者なんでしょうけどね。はい、神社じゃなくてよかった神社ですか、はい、ということでなるそうです。はい、はいはい、なるほど。まあまあね、これが来年には日本製の、ね、F35 も飛ぶようになるんじゃないかと思いますけれども、うんうん、しばらくの間はまだちょっとね日本には、はい、では見ることができないですけど、で日の丸もこうやって消してしまったので、ね、しばらく日の丸の飛行機見ることはできなくなりますけど、ちょっとこの B の写真のもう一枚ありましたけど、はい、これも日本の、いや実はねそれでその話をそうです、ごめんなさい、今しようと思って忘れておりましたが、ええ、これがもう一つ FMS で買ったイスラエル空軍のイスラエルなんですか、はい、S35 なんですけど、でこのイスラエルの S35 もね、うん、イスラエルのマークつけてるでしょ、うん、で、ついでだからこれをちょっと見せちゃおうかな。前に、はいはいはい、前に1月号かなで紹介した時に、見せたこの S35 のこの写真もそうなんですけど、うん、これほら日の丸の周りになんか四角くシールみたいに貼ってあって、うんうんうん、怪しいなって思ったじゃないですか、うんうん、これがやっぱりねこれシールだったんですよ。あ、なるほど。でほんでイスラエルの写真をピッと見ると見ていただくとイスラエルも四角いんですよ。あ、なるほど、はい、で、うん、それで、うん、もう一つね、はい、ほら前表紙の写真見て、うん、裏側の日の丸がずれてるって、はいはい、あれもなんかだセンサーがあるんじゃないかって僕らは勘ぐってるって言ったじゃないですか、うん、
あれもシールだったんですよ。だからずれたわけですね。でちょっとの間だからずれててもいいやと。いいやと。そういうことだったらしいですね。なるほどね。だからで、まあ、イスラエルのアナログな貼り方したんでしょうね。そうそうそう。でイスラエルのやつもずれてたよって話があったっていうのも、はいはい、イスラエルもシールだからずれててよかったんですよ。なるほど。はい。そういうことなんですね。もう意外とアナログなそのなんかこう結果だったっていう、ね。はいはいはい。まあでもこれはちょっと報告しとかなきゃいけないなと思って。はい。ということでした。はい。はい。